道人身事故ニュース速報です。2021年5月23日9時40分ごろ、日豊本線の上臼杵駅臼杵駅で人身事故が発生した模様です。日豊本線での人身事故は今年7件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。